にわ男子24時間テレビ抜擢、金プリカンムリ番組終了から見るジュリー社長と日テレの新すぎる関係。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズ事務所の7人組グループにわ男子が、 今年8月26-27日放送をされる日本テレビ系24時間テレビ46のメインパーソナリティを務めることとなった。同番組では毎年ジャニーズ事務所のタレントやグループがメインパーソナリティを担当しているが、デビュー組の中でも最もキャリアの浅い何わ男子が抜擢されたことは異例とも言える。 順番から言えばまだグループとしてメインパーソナリティを務めていないジャニーズウエスト、スノーマン、シクストーンズの方が先に起用されてもおかしくなかったはず。グループとしての人気や勢いを考えたら、スノーマンこそが敵人だという声も多い。ただ、ジャニーズ事務所内の政治を考えると、何は男子の抜擢は納得できます。芸能事務所関係者。 現在、ジャニーズ事務所のトップに君臨する藤島ジュリー稽子社長のお気に入りが何は男子なのだ。スノーマンはもともと、ジャニーズ事務所を退社した滝沢秀明氏が手掛けたグループであり、ジュリー社長体制においては必ずしも最優先グループではない。 一方、何わ男子はジュリー社長の肝入りですし、ジュリー社長の娘も入れ込んでいるとのことで、まさに現状ではジャニーズ事務所のど真ん中であり、ポスト荒らし的ポジションなんです。世間的な評価や人気を飛び越えて、何わ男子が抜擢されるというのは、それだけジュリー社長の日テレ対する影響力が大きいということでしょう。どう日本テレビとジャニーズ事務所に関しては、 キングプリンスにまつわる不穏な動きもあった。5月で平野市を、神宮寺勇太、た、岸勇太の3人が脱退する金プリ。日本テレビ系で放送されている冠番組、キングプリンスルは、当初4月改編以降も終了する予定はないと発表されていたが5月13日をもってレギューラー放送が終了することに。 5月20日にゴールデンタイムのスペシャル版が放送されるのですがひとまずそこで終わりという形。一応4月の改編から1ヶ月は続きましたが、実質的には4月改編で終了と考えていいでしょう。終了する予定はないという日本テレビの発表は、虚偽とまではいかないにしても、さすがに不誠実だったと言わざるを得ないと思います。テレビ局関係者。 キンプリが妙な形でレギュラー放送が終了となった背景に、ジュリー社長の影響があったとの見方も強い。三人脱退後もキンプリは高橋山長瀬角の2人で続けていくとしている。ためジャニーズ事務所としては体裁だけでも冠番組継続としたかったのかもしれない。 そもそもキンプリの分裂はメンバーたちとジュリー社長との衝突が大きな原因だったわけで、即番組終了となったら、ジュリー社長が残った二人を含めてキンプリ5人を切り捨てたかのように受け止められる。スマップ解散の際、ジャニーズ事務所はかなり叩かれたので、その二の前にならないようにするための措置だった可能性もあります。ただ、 結局すぐに終わったのを見て、日テレとジャニーズ事務所の新すぎる関係性を指摘する業界関係者は多いんですよ。はためでは、日テレは完全にジュリー社長の言いなりになって、その指示通りに通りに動いているようにしか見えませんからね。金プリの冠番組の終了となにわ男子の抜擢は、まさにジュリー社長が自分の力を見せつけているかのような動きだと思います。どう ジャニーズ事務所の創設者である小ジャニー北川氏の性加害問題にスポットが当たり、イメージダウンを余儀なくされている中で、豪腕を見せつけるジュリー社長。ジャニー氏の問題が大手メディアで封殺されたことについてメディアのあり方が疑問視されているが、それでも日テレとジャニーズ事務所の密着は揺るぎないものだと言えそうだ。 ジャニーズ事務所とメディアをめぐる問題の闇の深さを思い知るばかりである。